どうもみなさんこんにちはまことです本日はですね生誕祭企画第二章の上田達也たっちゃんバージョンです好きな役柄ランキングそちらこれからね候補を行っていきますエントリーをしていきますのでぜひ皆さんの候補教えてください好きな役柄ねそれでは行ってみたいと思いますエントリーナンバーワン 婚活アメミヤ・クニヤス役エントリーナンバー 2, 2> ランナウェイ・滝本空也役・クーヤ役エントリーナンバー3ボイズ・オン・ザ・ラン・アンド・リュウ役エントリーナンバー4四角探偵・日暮れ旅人鶴田・亀吉役エントリーナンバー5新宿・セブン 七瀬役、エントリーナンバーシックス、節約六松本高夫役、マコトデイリはこの六役をエントリーさせていただきました。この中からね選んでいただいても構いませんです。その他ね短編のドラマとか結構ねいろんな役まあそんなに出てるイメージはないんですけどもその中でも。 ちょい役だったりとかねそれでもたっちゃんらしさがすごい溢れてたとかねこの曲じゃこの役好きっていう役柄がありましたらぜひ投票していただければと思います皆さんのご応募お待ちしておりますたっちゃんのドラマ初出演はそれこそ婚活中井くん主演の時でしたねなんか中井くんがどうやらたっちゃんを推薦というか推,うか推したみたいでそれでまあバーター的な感じで あの頃は確か神永とかまあ雨降りな感じなんかなでそこからまあいろんなね演技ドラマをしていた感じですまあ結構その時美容師か美容師とかえー、っとまあボクサーとかタッチャンに似合うような感じタッチャに合うような役を多分ねプロデューサーとかも選んでるんだろうけど結構ねそういう感じのイメージが、うん、らしさを 生み出してるのかな、タッちゃんらしさをねだら結構ファンもね喜ぶような感じですよねお近くの KAT−TUN ファン上田達也たっちゃんファンにどのドラマが好きか聞いてね、まあ、そちらも教えていただければと思います一票に投じさせていただくので是非よろしくお願いしますマコトゥデイ